Miram qué yo, mezo. ¿Cairo de Tatsuya? No, ¿en qué haces nada más? ¿Cambio nada con nada ahora? ¿Soda? ¿Champán toda rosa? ¿Na? ¿Ane que jimmy da ta para na? ¿Saigo que la jade na hoga? ¿Y que yo no era? ¿Y que ni siro? ¿Con ya gura, ne chan to fitar aquí de su hostia areo? 今更そばにいたって遅いんだよ。兄貴は死んだんだ。 ね、アフターしない？いつまでこんなとこいなきゃなんないの？まだ逃げた高山の行方は分かっておりません。もうしばらくご辛抱ください。 今日はお姉さんの告別式行けなくてごめんなさい。こんなことになって、もしかしたら私があなたの家に行ったりしなければお姉さんは。たく達也の野郎、どういう神経してんだよ。こんな時に女とアフターなんてよ。しかもあいつ姉ちゃん死んで涙一つ見せねえし。泣けないんだよ。 大切な人を失った時って案外泣けないもんなんだよ。泣いたらそれが現実だって認めることになるからね。そういうもんか。俺もお袋が死んだ時そうだった。二人っきりの家族だったからね。お前も達也と一緒だな。 やっぱ私じゃ達也君を救ってあげられないか。悪い。ああ、拒否られんの初めて。軽くへこんじゃうな。
もしもし。目撃者見つけたよ。お姉さんが殺された日の夜、タクシーの運転手はお前ん家の前でヤバそうなやつを見たって。ヤバそうなやつ？黒フードの大男だ。黒フード、どうやらそいつ仁岡組の人間らしい。お前の姉さん仁岡から狙われるような心当たりは？ちょっと大事な話があるんだけど、戸田って男が殺された事件のこと。確か戸田と仁岡はつるんでたんだよな。ありがとうな翔太、この借りはそのうち返す。仁岡とやり合う気やめた方がいい。あいつは底の知らない男よ。ヤクザ相手に喧嘩を売っても犬死にするだけよ。変だよ。相手が誰だろうと関係ねえんだよ。姉貴やったやつ許せるわけねえだろうが。邪魔するやつは全員殺す。高山組の幹部はこれで全員蹴りをつけました。あとは高山だけです。あの野郎どこへ来やがった？お嬢さんを襲った黒幕はおそらく仁岡です。高山を捕らえたらまずはその口を割らせます。これはこれは皆さんお揃いで。仁岡、何しに来た？手土産ですわ。高山、クキアンに歯向かうとはあんたもアホなことしたな。これで全部済みましたな、クキハン。てめえ、口を塞いだな。何のことや。俺はカムロ町のちぎりに背いた高山の玉を取っただけや。あんまり筋違いなこと言うてたらわしも黙ってるわけにはいきまへんな。右京、さらにてめえが。何考えてる？こいつらが兄貴殺したんだ。証拠でもあんのか？そいつが逃げんの目撃されてんだ。おい！
この喧嘩俺が買い取る。決着はドラゴンヒートでつけるんだ。あそこは力こそが全て、勝った者が正義だ。如月陽馬か。確か3年前ぐらいにお前らとやり合ってたチームの頭だろ。あの時はむちゃくちゃな騒ぎになったからな。如月はマジでヤバかったよ。片っ端から喧嘩吹っかけて、カムル町荒らしまくってた。あ、ハルトは俺らとつるむ前だから知らねえか。いや、知ってるよ。たまたま通りかかったから見たけど、びっくりしたよ。如月！まあ結局達也にやられて今はあのざまだけど。あれ以来如月はお前のことを相当恨んでる。二岡に命じられてお姉さんを殺しても不思議じゃない。くそ、結局全部二岡の仕業かよ。お前の姉さん戸田殺しについて何を話そうとしてたんだろうな。それが分かれば二岡を追い詰める切り札になるかも。どうでもいい、もうどうでもいいんだよ、あんなこと。おい、達也。失礼します。お嬢さんを連れしました。何の用だ。いつになったら外に出してくれるの。時期に決着がつく。もうしばらく我慢していろ。具合悪いの。少し疲れてるだけだ。話はそれだけか。1時間3000円。私見習いだから特別価格。横になって。どうしてこんなことになった。ドラゴンヒートが関係してるのか。さあな。お前が犯人探しをしてることは分かってる。如月のことも突き止めたらしいな。てめえらに話すことなんかねえよ達也。家族を殺された憎しみは俺が一番よく分かってる。証拠が固まり次第奴らは必ず俺が逮捕する。あとは任せろ。証拠？逮捕だ。無理こと言ってんじゃねえぞ。あいつらは俺が必ずこの手でぶち殺す。てめえ邪魔すんなよ。一つお前に教えてやれなかったな。今さら父親みたいなこと言わないでよ。ヤクザに教わることなんてないから。そうだな。でもこの間あの高山ってやつに連れ去られた時、駆けつけてくれたのはちょっと嬉しかった。一応言っとく、ありがとう。いつかさ、あなたがヤクザから足を洗って、私も大人の事情とか分かるようになっちゃってさ、そしたら普通の親子になれるかな。そんな日が来たらいいね。
な。そうだな。本当にいいんすね、右京を殺して。ああ、その顔の恨み思いっきり晴らしたね。先生、達也は今のあいつには関わらない方がいい。ドラゴンヒートの申し子だな。最強王者右京達也の伝説は終わらない。何を壊してんだよ。ニオカ、お前のファシガネか。さあ、何のことや。俺はドラゴンヒートの勝ち負けなんてどうでもいい。てめえを殺せればな。奇遇だな。俺も同感だ。このままでは暴発してめえの右手も吹っ飛ぶぞ。やれや。俺殺せんだぞ。そんぐらい安いもんだろうが。クソ、やれや。
終了。イオガ、貴様はもう終わりだ。なんやと。クキ、ドラゴンヒートは俺のもんや。私が止めます。おしろ。あいつのこと頼んだぞ。騒ぐな、久喜組長が行かれた。俺はこの組を引き継ぐ。俺と手を組む。そのとこはたびたび姉さんと会ってるところを目撃されてる。全部こっから始まったんだよな。だったらここで終わらせようぜ。死ねえ！てめえが生き残るか俺が生き残るか勝負だ。